きのため1から9回回復してももみちゃんに不動産の件で質問があります。便所だよ、臭くていいんだったら。臭くていいよ、便所イズロマン。サンフォレスト&今すぐ連れてこいよ。トイレにもロマンがある。一人だけでなんかトイレ置きまくればいいんじゃない。ここリュックがごとくの世界じゃないんですよ。どうぞ、公衆トイレってこと見えてないですか、モズさん。ももみをアジトに連れて行きます。ももみがモズになったから。え、私の隠し子はだ。おはようございます、ももみ出勤。おはようございます。おはようございます。喉が閉まってました。おはようございます、四葉先生。はい、おはよう。懐かしい格好してるわね。ほら、懐かしい。懐かしすぎる。懐かしい。リズム先輩、おはようございます。え、待って待って待って、ももみさん、市役所で会った時もその髪型だった気がするわよ。ももみどうしたの、もういつものももみさんじゃない。みそぎのため1から救急回復して。待って、青服だ。ええ、新鮮。まあ旦那でも街に来た時はこの格好だったものね。そうです、私そうなんですか。ポニーテールだったんですよ、うん、そうなんだ。普通は違うかもしれないけど、最初救急隊になった時はこれが支給されたんですよ、うん、これだったわよ。あ、もうなんかこうテンプレートみたいなのあったんだ。そう、3種類ぐらいあったのよね、確か。はい、こちら救急隊ももみです。ももみちゃん、おはようございます。おはようございます。ももみちゃんに不動産の件で質問があります。はい、どうぞ。今1012番地にいます。はい、お忙しい、来てもらうことはできない。あ、大丈夫ですよ。ではよろしくお願いします、はい、お待ちください、今すぐお伺いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。はい、不動産してきます。不動産行ってらっしゃい。本所に、やめなさい、本所に1,2,3,4,4人いるまでお願いします。一緒に行きましょう。了解です。ボスにあの格好で言ったら、どうしたのももみって言うかな。おはよう。おはようございます。お、今日もキビキビしてるね。はい、ありがとうございます。ももみちゃん、ん、これさ、うん、ちょっと2件ありましてね。どうしたの、この便所の裏のこれにさ、地下つけたらダメな。便所だよ、ここ。便所ですよ。いや、でも地下に繋がれば便所やない。あ、そうだけど、こっさえくていいんだったら。臭くていいよ。めっちゃボロボロのいっちゃん汚いやつだったらいいんじゃないですか。なんで汚い前提なの。だって地下に便所ですよ、便所。いや、リフォームして地下に作っとったらそこは新しいやん。でもそれだったらトイレもさ、リフォームしてほしいじゃないですか。だとしてもさ、だってこのここの表はもう使われてないトイレやん。うん、そうですけど、居抜き物件みたいなもんやん。でもな、トイレの掃除するのはね、不動産だからな。そうなんですよね、トイレしてるからっていうので今絶対してない。ここのトイレちょっと臭いのに触らなきゃいけないの、不動産の我々だもんな。え、ズーちゃん的には三角。私的には、うん、バツ寄りの三角出してましたね。そうだよね、だってトイレだもん、はい、え、何のためのここの扉なのかそもそもわかんないこれ。そうだから実は、うん、そのこのトイレってここの見て、もうここ見て、ここで半分になっとるんよね。はいはい、あ、これ半分になってて匂いはこっちには来んのよ。でこっちが男の子で奥が女の子で、うん、え、うん、
入ったらもう一人用ぐらいのもんよ、まあ、確かに龍が如くではトイレからさすごい怪しい、うん、そうなんだんですよね。そう龍が如く的にはトイレは確かに取引する場所の入り口にはなってる、うん、みんなトイレだと思うよ。だみんな便所と思う。でも龍が如く的に言うと便所の3番目の地下3番目ぐらいから地下に入れるんよ。便所イズロマン。これがもし建物の構造的に裏にスペースがあるとしたらこのスペースはつながってるはずなんよ、うん、でかなりのスペースにはなるやん。これ半分やからトイレ2個分のスペースになるわけ。ここに掃除用具とかそういうものを入れとるはずやん。あと水回りとか、はいはい、給排水管とかが裏に回ってて整備できるようなスペースがあるはずなんよね。ここを改築して近道への道を作りたい。私はもう私もほぼバツ寄りの三角なんだよな。それでもな、うん、サンフォレストアンズを今すぐ連れてこいよ。多分あなたはサンフォレストアンズズーちゃんもモーミちゃんも言うんだったら多分そうだねって普通に言うと思う。いやもうサンフォレストアンズ連れてこい。どうしてもトイレにがいいんだ。了解。いやそんなことはない。だからね、どうしてもトイレに住みたいんだ。聞いてもモミ、はい、っていうふうなことも考えてこっち来て。ここの物件は使われてないの。ここ使いたい、うん、こっちの方がいいです私。いいんだ。こっちの方が OK 出ますよね、うんうん、ちょっと隣のコンビニの建物じゃないからっていうので結構 OK 出して売ってるのがあるからストア系とかじゃあここ、うん、じゃああっちいらないで大丈夫ですね。あっちはダメ。トイレにもロマンがある。でもトイレはさ結構市長ももともと厳しいんだよね。トイレはね、うん、この町で許されてるの一人だけで、なんか一回市長からトイレは普通に家を建てたらあかんって普通に市長から言われたことがあるから、そんなこと言ったら龍が如くの世界観ぶち壊れるで。そうなんだよ。でもここ龍が如くの世界じゃないんですよ。龍が如くの世界みたいなのもあったっていい。誰かが作るからそういう世界が生まれる。でもみんな入れないでつまんないからな。モズしか入れないじゃないですか。それを言われたらでもあれは最初にまずはこうやっぱリフォームしないといけん。あのだってあそこも最初から誰でも入れたかって言われたらきっとそうだよね、うん、あそこに買ってなんかトイレを置きまくればいいんじゃない。もうでその鍵閉めない。開けとく。あトイレとしてちゃんと使う。ご自由にお使いくださいね。僕が公衆トイレってこと。スタッシュだけをこう、まあまあ、置かせてもらうんだけど、そのまあ、トイレは使ってはいいみたいな。ああ、なるほどね。やだ、モズが公衆トイレを経営するのは。じゃあ、こっち。ここにしましょう。じゃあ、ここ。うん、裏だったら私、あの、別にストアじゃなくてもいいと思いますよ。ああ、まあ、裏だったらね。裏だったら、あの、なんか、ね、スタッシュいっぱい入ってる、あの、やつでも。あー2000万のウェアハウス3とかっすよね。確かに、うん、ドアの場所的にも確かに確かに、あっちだとね、うん、5000万もしてさ、スタシ4300だ。こっち2000万でスタシ4000だし、買おうかなと思ってた。詳しいな。見てるんですよ。もうみうちのこいつすげえ使えると思うんだけど。ダメダメ、黒はもうダメだよ。ダメ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 、だってアジトも売るんだもん。ダメ。あ、そっか。警察と黒は絶対にダメ。すごいよ、詳しくて。めちゃんこ詳しいなんかしないけど。一生懸命資料見てくれるんですよ。そうね。家を買おうと思ってて、今すごく。この人を。ああ、じゃあモズやめたらぜひ。いいんです、ここは。ね、もみコンテナの相談もしたいよ。はい。コンテナもサイズ確定してるんで。大きいのはワンチャン入るかもだけど、小さいの。小さいのと大きいのなんかわからん？わかる。分からん。分かる。内見して歩数計算すればはっきり分かる。もうそんな物件たくさんある。いっぱいある。そんなぎゅそんなぎゅうぎゅうにしたらね、もみちゃん。ぎゅうぎゅうにしなかった結果みんな暴れたんです。今でも私許さないですよ。壁の中にスタッシュ入れてるやつら。入れてないですか、モズさん。
私はそれを絶対に許しませんからね。もうこの後ももみをアジトに連れて行きます。言えてないことが見せてもらえるんだな。連れて行きます。キャバクラとか見せます。ああ、なるほど。アジトのスタッフ見せます。なになに。やだマッシーダメだよ、はい、こんなのことしちゃう、はい、なんでやったやったなんだよやったなんだよねやったなんだよねゆりかごよりいいでしょ、うん、ここかここだここよく見つけましたね、ほんとにね。おもろいやろ、ここ。よいしょ。ここから降りなきゃ。やだな。ピンポンしますよ。お、入れる。お邪魔しまーす。お邪魔し、おじゃ。おいで。めっちゃいい、ここ。今日からももみがモズになったから。よろしく。私の隠し子。はだ。よろしくお願いします先輩。ドッキリじゃない。ど。まあ、ここに入れてるってことはそういうことよ。これ見てももみちゃん。これ。きゅももみちゃん。おおいいですね綺麗です。どうでしょう。はい。ちょっと長さがねあれだから突き出てるところもあるけど、まあまあそこはしょうがないですよ。わざとこれにね奥行き考えて2枚にしてる。おうおう素晴らしいです。でしょ？はいさすがです。ええです。ええほらあれもうスタッシュやから、ね。わボスの部屋ですかこちらは。うんそこ書斎やね。わ救急隊は？もう救急隊にいねえよ。伝えてみてみよう。いねえじゃん。ほら。ちゃんとしてる。自宅動産やからやや。さすがにびっくりした。俺ここ着替えもここになってる。これはまあさすがにね。すごい。でもほら着替えするところっぽいやろ。はい。ここはまあ冷蔵庫やね。うん。冷蔵庫をこうやってやるしかない。うん。隠さないとね。そう。うちも冷蔵庫に入れた。逆に文句言わしてもらっていい？うん。おずみ。食料を入れる冷蔵庫のスタッシュがなんかそういう形のスタッシュがないのがまずそもそもおかしい。まあそれはそう。うちもああやって突っ込んでますもん冷蔵庫に。そうでしょ。うん。ほらってことは？ある程度は許しますし、モズさんは素晴らしいと思います。よしよしよし。モズさんはきちんとされて。きちんとしてる。はい。偉いでしょ。はい偉いです、はい、とても。ほら。何の話これ。